エンブラエルエンブマイナス314スーパーツ、カノエンブマイナス314スーパーツカノエンブラエル、エンブマイナス314は、ブラジルの航空機メーカー、エンブラエル社が開発したエンブマイナス312、ツカノをベースにしたターボプロップ単発の蛍光撃機。相性はスーパーツカノ。ブラジル空軍では、単座型は A-29、複座型では、 AT-29 の名称を付与している。原型となった塩部 -312H、H エンブライル社は、塩部 -312 がターボプロップ練習機として成功を収めたこともあり、アメリカ軍の合同基本航空機訓練システムに対して、塩部 -312 の発展型塩部 -312H を提案することとし、1991年1月から、 開発作業を開始した。塩部 -312H は1991年9月9日に概念実証機が初飛行し、アメリカ国内で販売活動が行われたが、J-PATS には採用されなかった。一方、ブラジル空軍では材木の不法伐採、汚染、麻薬売買などの不法行為に対する国境、監視能力を強化するために、 アマゾン監視システム計画を立て、早期警戒完成機や、リモートセンシング機と共に、軽攻撃機の導入を決定した。このアルックスとして検討されたのが、演武 -312H を活用する案で、機体構造やシステムに改修が加えられることになり、機体名称も演武 -314 に変更された。アルックスには、演武百十四 m の名称で提案され、 1995年8月18日に開発契約が与えられて1996年5月に初飛行した。ブラジル空軍は短座型49機と複座型50機の K99 機の採用を決定。1999年5月28日に短座型の試作初号機やマイナス29がロールアウトし、1999年12月には イスラエルのエルビットシステムズ社が電子機器の供給企業に選定された。AAT-29 は2001年5月に初期作戦能力を獲得する予定だったが、ブラジル空軍の正式発注が2001年8月まで遅れたため、量産機の引き渡しは2003年12月から開始された。主翼に装備された 12.7mm 機銃塩分 -314。3 14 エンジンが、プラットホイットにーカナダ製、PT6A-68 に換装されて、塩部 -312 よりも、大幅に、パワーアップしており、強化された、軸出力を吸収するため、プロペラブレードは3羽根から追加されて5羽根となった。空虚重量及び最大自力重量が約70%も、増大し、重心位置を調整するために、機体は、 コクピット前方で0.37メートル、後方で1.00メートル延長され、主翼も塩部マイナス312と基本構造こそ同じだが、形状の変更が行われている。コクピットはタンデム複座で、前後席とも25.220.3センチメートルの多機能表示装置が2機、前席のみ、ヘッドアップディスプレイとアップフロントコントロールが、 設置されたグラスコックピットとなっており、ホータス概念も導入された。コックピットの照明は暗視ゴーグル対応型で、座席にはマーチンベーカー車製マーク10リットル CX00 車室座席を装備する。主翼下には計四箇所、胴体下には1箇所のハードポイントが設置され、主翼内には左右角1丁の12.7ミ、mm、リメートル基重が装備されている。 搭載可能な武装は、ブラジル国産のピラニアソラ対空ミサイル、ロケット弾、ポット、レーザー誘導爆弾、20mm 機関砲ポットなど。他にも、機体には、フリア、レーダー警戒受信機、ミサイル警報装置、チャフ及びフレアのディスペンサーが搭載されている。これまでに、コロンビア、ドミニカ共和国、チリ、エクアドルなど、 各大陸10カ国以上から発注を獲得している。また、アメリカの民間軍事会社として名高いブラックウォーター、USA 社が特殊作戦支援用に導入を計画しており、上院訓練用として1機を導入している。2013年には、アメリカ空軍がアフガニスタンへ供与する軽攻撃機となる軽航空支援計画において A-29 が選定された。これを受けて、 ジャクソンビル国際空港の施設内に最終組み立てラインの工場が新設され、翌年9月25日にアメリカ製の最初の A-29 がロールアウトした。アメリカ空軍の軽攻撃機計画を A、X にも AT-6B と並んで候補となっていたが、この計画は2018年12月に無期限延期となっている。 2015年6月には国際航空ショーに陶器を出展した結果、複数のアフリカ諸国空軍関係者との商談がまとまり、その後エンブライルはマリから6機、ガーナから5機受注したと発表した。コロンビア空軍の AT-29、アフガニスタン空軍の AT-29、アフガニスタンアンゴラブラジルブルキナファソバルバドスチリ2008年4月21日に12機の 導入を決定し、オプション契約で八から十二機の追加購入も検討している。コロンビア2005年十二月七日に二十五機を発注、二千六年十二月七日からレディバリー開始。ドミニカ共和国エクアドルインドネシアレバノンモーリタニア、アメリカ合衆国民間軍事会社のブラックウォーター、USA 社が購入。アメリカ空軍もアフガニスタイ空軍のパイロット教育用に、 第81戦闘飛行隊にて運用。ナイジェリア2017年4月に12機の輸出が承認される見込みであると発表された。出展、エインブライター、スーパータコのホルダー。2015年1月20日閲覧。エインブライター、スーパータコのブロシャー,アーラ。2015年1月20日閲覧。諸言性能武装。ありがとうございます。